回言います。アナザーゴッドハーデス、失われたゼウスということで、ハーデスをね、やっていきたいと思います。でも、おっと、どうしたの、どうしたの、どうした、なになに、どうした、これ一番多いんだよね。まあまあ、平気で、レア役、なんか弾けとかね、もっとは赤7の1画目でしたけど、今回はこのデカミリ、これが中下段止まって上段にゴッドが激集めって話ですね。はい、終わっちゃいます。ただまあ潜る場合もあるって話なので、どうでしょう、ダメ、設定差は前のゼウス同様、この行動効率ですよね。じゃあこういうレア役を引いて、通常2種類どっち行くのか、広角に上がるのか、でもって広角から低国中に行くのかで、高設定の上位モード移行しやすくて、その結果として初当たりが軽くなるっていう考え方でいいと思います。で、今回裏モードがあるっていう話で、裏モードが上位モード、まあ、裏モード入るとヘルゾーンに当選しやすくなるっていう話ですね。で、裏モードの示唆する演出として、さっきの鎖のやつとか、あとは雷の奇数転廃否定とか、そういうのがある。でもしもやめるとしたら、ここでやめてみるのかな。今デメ、あ、ようやく出てくれましたけど、こういう奇数決転廃、これも出現状況をとにかくチェックした方がいいですよね。はい、ウリアンハレキナダから30ゲーム目、ちょっと会いにくだったみたいですね。で、デメ的にも右上がりキナダ引いたんですけども、会いにく広角には上がんなかったのかなという感じで、レア役の後の状態、通常なのか広角なのかっていうのを把握しながら打ってると、おそらくですけど、設定の工程見えてくるんじゃないかな。で、一応通常時キナダが下段揃って偶数揃いは、これモード移行する共通キナダですね。左手前の台はヘルゾーンが連チャンしてますんで、あからさまに裏モードに出すで、裏モードもいろいろあって、ショートとかミドルとかロングってあるらしいんですよね。で、当然ショートよりミドル、ミドルよりロングの方が裏モードから転落しにくいって話です。ちょっとその辺転生っぽいよね。で、
だよね。合ってるよ、もうすでに既存の気質のデータだよ、合ってる合ってる。ダメだね、モード全然上がんないっぽいね、なんともね。どうした、揃っちゃうとか。揃わねえかな。一応今の特殊リプレイですね。フェイクリプレイか。はい、これはちょっと熱いですね。さっきのフェイクリプレイで広角に上がったのを期待した上でのチャンス目みたいな。遅れたような気がするんだけど、気のせいかしら、遅れたような気がするんだけど、気づかなかった。でまあこれで、ね、このよ、これもう上位モードいます、ね、上位モードいます。でここでレイク引きゃ熱いし、レイク引かなくても厚めの演出を引きゃ熱いしってことなんですね。よし、もうチャンスだ。まあ熱い、多分ゼウスと一緒だったら 20-30% で当たる。適当、超適当、超適当なこと言ってっかんね俺ね。そう、はい、行こう沖縄。ナイスてるよ。ナイスてるぜ。ゴールスピン、もう一回、あー、当たったべ、これ当たったべな、サンキュー。さっきの合ってましたね、おそらく広角でのチャンス目で 20% から 30% 当たるって言ってから21ゲーム目ね、やるでしょう。サンキュで、頭来ちゃうんだけど、ここが白茶けてたら超超犬なんだよね、超犬。なんか言っときますけどね、ケルベロスって攻撃力めっちゃ高いんですからね、闇のドロップを強化しますしね。何が効くかまだ分かってないんだよ俺。どうも上段にキナナ揃うと俵リプレイかと思ってね、ベットしないで叩いちゃうんだよね。ダメだね、だいぶ病気です。
っと降格してたんですよ。ここをちょっと、そうですね、100分の1の中断リプレイ、ないしは128分の1の下段キナナ共通、ないしはあと何やった、あ違う、128分の1はチャンス目だ、130分の1が下段キナナ、いずれか合算すれば大体30、おいますね、広角に。1000円で400ゲームジャック回せたと思えば、おここに来てようやく一番期待できるレア役引きましたよ。そして畳みかけるようにチャンス目、押します。よし、追加投資1本、中断キナナから15ゲーム目 GG 発動。この後のチャンス目でしょうね、まあ、どっちでもいいですけど、おケルちゃん、ケルちゃんね、ケルちゃん、18ゲーム目、おい、今年から19ゲーム目、おそらく AT の降格以上いて、あチャンス目で刺したみたいな。ケルちゃん、
次、ひげだるまさん、ガラガラに開いてるパチンコ屋が好きで、つい人気のあるお店よりガラガラに開いてるお店に行ってしまうのですが、やはりそれでは勝てないですか。養分ですね。Y さん、復活してほしい機種はありますか。ないですね。ないです。今の既存の機械性能を考えたときに復活してほしい、復活する前を超えたっていう台は1台もないんでですね、戦国バサロ2をそのまま出してほしいですね。仕様も一切変えずに。はい、三重の瀬戸一さん、こんにちは。新さん、新さんが今まで打ってきたので一番好きなパチンコとスロット教えていただけませんか。一番好きなパチンコはちょっと今思い出せないですね。パスロの頭でもう3年ぐらい来ちゃってますんで。一番好きなパスロは初代番長ですね。もうあれはもう人生そのものでしたね、僕の。はい、マジですよ。はい、次、結局のところどこのラーメンが一番好きか。プリンさんね、あの大宮の石川屋が一番好きかもしれないですね。行ってみてください。あ、だけど裏の、うちの裏の実家の裏のランランっていうお店、あ、行っちゃった。これはダメだね、 P 乗せてほしいな。すっげえちっちゃい店で、多分あの対応できないと思う、もしもガーって来ちゃったら。まあ来ねえだろうけど、そこのもやしそばってかつての後楽園球場で働いてた、食堂で働いてたのがマスターで、もうそれこそ王さんとか堀内さんとか巨人の人がすごく食べてくれたもやしそばがすげえうまいんですよ。それのどっちかです。はい、次、翔平さん、今ある機種の中で万枚出してみたい機種は吉宗です。ちなみに僕はエウレカです。まあエウレカも万枚出したいですね。吉宗かエウレカで万枚出したいですね。夢ですんで。はい、翔平さん、ありがとうございます。次、プラズマ番長さん、新さんはパスロン関してほとんど知り尽くしていると思いますが、野心や夢は何でしょうか。こうなりたい、こうあるべきでありたいと思っている。僕この仕事ついてですね、やっぱりみんながみんなパスロで思い出を作ってほしいと思ってますね。全員が全員勝つっていうのはこれ無理ですから、やっぱり10人いたら3人ぐらいしか勝てない。で、10人いたら7人は負けるんですよ。もっと言うと8人負けるかな。ただ負けた時に、ああよかったな、パスロ打っててよかったなって思えるような、そういうのを目標にしてますね。そういうののなんかスパイスというか、なんかアドバイスとかそういうのが送れたらななんて思ってます。はいね、頑張ります。次、ヤガミンさん、最近できたホールに軍団と呼ばれる方々がよく来ています。その人たちは朝の優先入場券を数日分持っていて、毎日10人くらいでスロットパチンコを打ちまくっているみたいなんですが、そこで質問です。こういったチームプレーでチーム全体で勝てるのでしょうか。またルールは知らないのですが、こういった場合人数が多いので分配なども考えたら個人での取り分なども多く減ってしまい、ましては毎日お金が減っていく場合もあると思うのですが、新さんは朝一から大人数で打ちに行くときはどういう立ち回りをしますか。大学の友達を連れて行くときの参考にしたいのでご教授お願いします。なるほどですね。僕基本個人プレイなんですよね。乗り打ち大嫌いですからね。ただやっぱ乗り打ちは安定するって言いますよね。良さそうな、ある程度プラスになることを見込める、その辺の人に言わせると期待値がある台を大人数できっちりと回して、で期待値を稼いだ結果がプラス収支になればいいみたいな、だったら俺は働いた方がいいと思いますっていう考えなんですよ。そんな打ち方して面白いって言ってるやつはいるんだけど、大体もう仕事なんでって言ってる人はほとんどなんで、ずっと見てきた中でね、もうそれこそエヴァの設定録をもう本当仕事ですって言いながらつまんなそうな顔で打ってる人を何人も見てきてるんで、いやだったら働いた方がいいっしょっていうのが僕の考えなんでね。ただまあまあやっぱ勝たないとやっぱつまんないと思うのはこれ間違いないんで、友達同士で乗り打ちしてっていうのはいいのかな。うん、やっぱり負け額は共有できるっていう意味でも、ただやっぱこれそこの部分は個人競技だと思ってるんで何とも言えないですね。すごくナイーブな問題だよね。ナイーブだよね。
そう、趣味でやってる分はいいけど、それを仕事にするのはどうかなと思うよな。まあ別にいいんですけどね、それ、いやそれはよくどうなんだ、いいのかよくわかんないんですよ。結構お店毛嫌いするんですよ。例えば大阪とか 5.6 枚交換で出玉給与ありとかっていうと、もうそれこそ本当にお店は出玉感アピールしたいのに、結構みんなが出た一箱持ってって持ってってみたいな、全然出てない感じで出てる店はめっちゃ赤字なのに全然出てなくてみたいな、いう弊害とかもいろいろあるっていうふうに言いますけどね。でもほら、お金の貸し借りで結構殴り合いの喧嘩とか見たことあるから、乗り打ちで、うん、やっぱその辺はすごくよくルールを決めて やるんだったらやった方がいいと思いますね。ただやっぱね、そう思うんだけど、パチンコにしてもパチスロにしても麻雀にしても何にしても、やっぱ勝負事なんですよ。勝負ってやっぱ共有するもんじゃないですからね、というのが僕の考えです。はい、ちょっと参考になったかどうかわかんないですけども、はいはい、もう一つありましたね、似たような質問、宮代さん、健一さん、宮代さんが今度地元にグランドオープンする店がある、関東から遠くに初出店するお店らしいので、どのお店か気になってます。新さんのグランドオープンでの初体験談や思い出があったら聞いてみたいです。一方の健一さん、グランドオープンの季節ですが、新たに参戦するホールさんに新さんからの熱いメッセージをお願いします。なるほどですね。なるほど。まあよくああいう話なんですけども、これは何、グランドオープンのお店に行くときの注意点を話せと言ってんの。あ、グランドオープンでの体験談や思い出ったら、まあ僕がグランドオープン行ってた頃って、もうこの仕事始めてからグランドオープンはなかなかそのゲストとしてとかっていうのぐらいしかないんでね、普通に仕事、この仕事始める前のグランドオープンは本当それこそ戦場は行ったことないけど、戦場みたいな感じなんでしょうね。もう並びが並び順で、もう入店したら、あの寝台加工券とかないんで、加工券とかないんですよ、大加工券とか昔は。なんでもうね、その辺のガラスが押し合いで割れたりで、グランドオープン5軒に1軒は絶対救急車来るみたいな、そんな時代でしたよね。で今、そういう体験なんですね、グランドオープンの。でグランドオープンの季節ですが、新たに参戦するホールさんにっていうところでは、やっぱりその会社の方針によるんでね。またちょっとマニアックな話していいですか。前も言ったと思いますけど、あのホールを経営するところで薄利多売っていうのと暴利小売っていうのがあるんですよ。薄利多売はいっぱい数売って利益少なくして還元率高くして、いっぱいお客さんを来てもらって、で利益を出していこうっていう考え方ね。で暴利小売っていうのはもうバーンってでっかく1000台ぐらいで構えて、仮に100台しか動いてなくてもいいんですよ。1000台中900台空き台でもいいんですよ。その100台がフル稼働なら、なぜなら1000台オール1だから。そういうお店のオーナーの考え方って、100台の設定位置がフル稼働してるって考えるんですって。怖いでしょ、怖いでしょ。すっげー儲かるらしいよ。だからすっごいでかい店でもスカスカでも利益取れてるんだよ、オール1だから。怖いでしょ。そう、怖いんですよ。まあただそっから脱却しようと頑張ってる店もあったりするんで、全部が全部そうじゃない、ガラガラの店イコールそうっていうわけでもないんですけどね。だけどその辺で、だから新たに参戦するホールはやっぱりそのやっぱ薄利でやってほしいですよね、還元率高めに設定して。じゃないとダメでしょ、と。あと俺らも頑張んなきゃダメだと思うよね。っていうのが、こういう動画とかでもう負けんの当たり前みたい、あ、やべ、俺だおじさんの俺や、あ、おじファイブか。あれね、最近言われたんだけど、いろんな地方行くじゃないですか、九州とか、あの東北とかで並んでて、もう結構年配の方に、まあ俺はその時ちょっとふーってもなったんで、あんた結構勝ってるよねって言われたんですよ。ありがとうございますっつって、だけど他の人のこととやかく言うつもりはないけど、
結構みんな僕なんかひどいよねっていう何人にも言われてるんで、やっぱね当たり前のように負けてる映像とかがもう巷にありふれちゃってるんで、見てる人もやっぱ あパチンコパスロって負けるんだ、負けて当たり前なんだって思われちゃダメだと思うんだよね。負けてもこうだったとかああだったとかってやっぱり言いたい、自分で言いたい、うん、ですね、本当だと思いますよ、やっぱり。我々っていうか、まあ、誰がいるのか知らないですけど少なくとも僕は負けても次につながる何かをみんなに提供したいと思って頑張りますんで、よろしくお願いします、はい、全然話それましたね。こんな感じでいいですか。お疲れ様でした、はい